こいつに話しかけてみようかなと。ボニファズ。世界任務が始まる。モンド人なんだ。ユーザーと見てこいってことか。ダチュウの名前、冒険者協会の会長みたいなのもサイリスだったよな。これを探しに行くのか。おっと、なんだ、解放済みて。なんか大変そうなの解放した、これ。黄金の眠り。足跡をたどって高校正体の痕跡を探す。これなんか長くなりそうな雰囲気。こいつ、ボニファズに話しかけることによって、解放されると。まあ、とりあえず、やるか。これだけ撮っとく。別で動画にしようかなと思ってたけど、この、あの身の場所をまとめて動画にしたいなと思ったんだけど、それどころじゃなくなりおる。
行こう。この辺に赤いの結構あるの。難攻不落。風の赴くままに。水中だ。ブン。パ。トン。さあ。そこだ。これは下でいいのかな？わ、なんか奥深く。したかな。あ、秘境的なやつあるな。あれ、これ秘境。秘境の生き方みたいになっちゃってる。これはまた今度行こう。赤砂の何？赤砂の何？鏡？なんだっけ？檻？なんだっけ？檻かな。の生き方が分かったな。不穏な空気ですね。強霊院のやつが来るな。打球も無事か。
んなところね。あれ、ここって、あ、違うよな。キング・デ・シェレトのレビューな、この辺から入れたところと似てるけど、違うんよな。これでも多分普通に助けて、まあ、ここに戻って終わりっていう感じじゃないんだろうな。
緒に遺跡の付近に行く。この中行くんかな。遺跡に入るんだ。お、ワープポイントあるやん。ここのワープポイント、この流れじゃないと行かれないっぽいね。ここは普通に行けそうだったけど、これね。長い街道を通り抜け前に進む。下にも出てそうだな。探索を続ける。なんか光ってるぞ。ここは風元素でさっとやらんと使えんかったな。敵を倒す。難攻不落、天理チョーク。これが運命です。雲が足りなく吹き、風の行く先へ。あっぱれでござるな。ヒエログリフタブレット、羊の頭拾った。ここで拾った。あれ拾わんといけないやつっぽいな。もうだかる。探索を続ける。
なんでこれだ。今の当たってよかったもん。完全に当たった気がするけど。宝とは旅の醍醐味でござろう。岩山八九。無念。風の赴くままに。なんじゃありゃ。あ、3個も瞳があるけど、なんか下行けそうですね。あ、でもなんか床がある。大丈夫、罠じゃない、大丈夫。怖っ。なんかめっちゃあるやん、瞳。これは何？謎の制御ユニット。キングデセレット遺跡にはこのような引き台座と呼ばれる装置が存在します。利用すると、遺跡内の各種装置を操作できる。特殊な剣能を持っている必要がある。ああ、足りない。まあ、鳥間こっちから行けってこと。降りられないのかな？降りられないのか。あ、これ？これ違うのか。起動。これ、あいつを活性化させんといけないパターンかな。パーティーで行くのがやっぱ便利なんだよな。不意に草元素とか雷元素必要になるから。ああ、これで出てきたわね。あいつを活性化させることでこのこれが出てくると。だから飛んでるあいつを雷元素で一回攻撃しないと、これがこう形にならないから、炎元素で攻撃しても反応しない。こういうことやな。私が価値を見つめる。こいつね、こいつか。まあ近い、この辺の近くになった時にやったらいいのかな。まあ雷元素で攻撃してあいつを活性化させることが大事になってくると。
なんもないか。剣能が足りない。そこに宝箱。品質も抜群にいいものだ。あ、これ拾える。ヒエログリフタブレット谷。拾い忘れると面倒そうやな。こいつ見てるとイラッとするな。ティルザード。プライベートでは関わらないタイプだな。どんだけ。
倒れとる。拾ったから使えるかな。不思議な機械を確認する。未知とも接触。ここで普通に戻ればいいのかな。報告する。いや長くなりそうだな。でもなんかこんな中途半端なところで終わるの気持ち悪いしな。いや、眠いね。今中途半端なところで終わるのもな。
どうなったの？一部が光った。夢血ばしりながらスプラトゥーン。スプラやって一瞬で目覚めるけどな。石板を預かるのか。活性化した赤砂の石板は特殊な権能を持っています。それを利用すればキングデシェレット遺跡のあらゆる装置を操れる。冒険が進むにつれ赤砂の石板は遺跡にある重要な地点を順次提示してくれます。石板の導きに従い特殊な剣能を利用してギミックを解けばだるま足を踏み入れてない地にたどり着けるかも。いや長そうだなこっから。ジェイドと会話する。扉を開ける。より深くに私が価値を見つめろ。風の行く先を喰らえ。なんかあるのかな。ほっ
ップソナーみたいな。ポップソナーやんか。何これ、いいのか。あれでよかったらしい。なんか中央にあった三角っぽいのを持って、なんかこういってこういこ、これに反応したんかな。でいけたな。来た甲斐があった。いざ天道万象。運命よ、ここにいてよ。水中で風の赴くままに。これを持って、こういうとこ行け。そっちでよかった。あ、もう一個ある。これでいいかな。外なのかな。バチが当たりそう。風の流れる方へ。これでいいか。剣女盤石。もみちら散らまく惜しみ。短色一剣。下がれ、トン。これが臨時収入か。どんどん奥に進んでいけばいいだけかな。来たね。ちょいで出れるんかな。特に大きな山場もなく来ましたが。岩山八九。風の赴くままに。よっ。もなんかありそうなけど、行くぞ。出口っぽいね。
風の行く先を。おお、出れた。あっぱれでござるな。あれとこっから上がってって取れるのかな。せいよっとよっ。シスニック、いやーどうかな、もうそろそろここも終わりそうな気がするんだけど、これでアール村まで戻って終わりだろう。高いところ。そこ上がるのかな。
昨日夜中に目が覚めたとき、寝室の壁にスプラトゥーンの残像が見えた。どんだけ映像めっちゃ綺麗ですね。そう、原神はこれで無料じゃけもうすごいよね。ほとんどのソフトは勝てないような気がする。
回はもっと長いのかな。ここで終わりじゃないんだな。これはこっからまた何かあるんだろうな。まあじゃあ切り、今から切りがいいか。今からここ行くんだろうけ。じゃあここで終わっとこうか。無料、そうそう、原神は無料。なんか今テレビ CM とかも結構入っとるみたい。テレビ見んから分からんけどね。すごいよ、無料で。なんかよくあるじゃん、無料で、基本無料で、でガチャとか課金したい人は課金してどうぞみたいな。でもずーっと無料でも遊べる、全く課金しなくても最新のところまで行けるし、普通に課金しなくてもめちゃめちゃガチャ回すの我慢してピンポイントで強いキャラ引いていけば無課金でももう最新のところまで全然いける感じでは。そう、でその辺のゲームバランスがすごいいいんよね。でキャラクターもなんか星4のキャラと星5のキャラしかいなくて、で星4のキャラでも普通に一軍として使えたりするやつが何人もいるから、すごいいいゲームだと思うよ。じゃあ今日はこの辺で終わっとこうかなと思います。思ったより進まんかったな。もうちょっと進められるかなと思ったんだけど、伝説任務もまだ終わってないよな。では終わりますね。おやすみなさい。スプラもまたやろうぜ。また時間が合うときにな。よし、じゃあおやすみなさい。終わります。ありがとう。